昨日夕方、静岡市清水区の新東名高速道路の下り線で。十三台の車が絡む事故がありました。この事故で、六人が軽いけがをしました。昨日午後五時半ごろ、静岡市清水区小河地の新東名高速下り線で。車三台が衝突し、さらに後続の十台が追突するなど。合わせて十三台が絡む事故がありました。警察によりますと。 はじめの3台の衝突で4人がけがをするなど、合わせて6人が軽いけがをしましたが、いずれも命に別状はないということです。この事故で片側1車線がおよそ4時間にわたり交通規制が敷かれ、最大7キロの渋滞が発生しました。警察が事故の原因を調べています。